ライアン・ハワード、ライアン・ジェームズ・ハワード、リャン・ジェームズ・ホワード、1979年11月19日台は、アメリカ合衆国ミズーリ州セントルイス出身の、元プロ野球選手、一類種、左投げ左だ。1979年11月19日に、ミズーリ州セントルイスで、二乱世、ソーセージとして誕生。ハワード家は、父が、IBM 社員で、 母がマーケティング職というとも働き家庭であり、アフリカ系アメリカ人でありながら、住民の大半が白人という地域で暮らしていた。野球を始めたきっかけは2歳の時で、テレビの野球中継を見ながら、おもちゃのバットを振っていたところ、たまたま部屋に入ってきた父がその滑らかなスイングに、才能を見出したことによる、セントルイスカージナルスの当時の本拠地球場。 ブッシュメモリアルスタジアムから車で20分ほどの場に自宅があり、子供の頃は憧れていた野球選手はオジー・スミスやウィリー・マギーだったが、ハワードは彼らと異なる長距離砲タイプとして頭角を表し、母親からお前はどの子よりもずっと遠くにボールを飛ばせるねと語りかけられるほどだった。12歳の時には推定飛距離400フィート、 1> 約121.9メートルの本塁打を放ったと言い,い、その打球はフェンスを遥かに越えて、球場の向かいにあったレストランレッドロブスターの店舗を直撃している。同州ワイルドウッドのでは、アメリカンフットボールこそ、怪我を恐れる母親に止められたものの、バスケットボールでは活躍した。しかしそのバスケットボールで徐々に落ちこぼれ、仕方なく野球を始める。 1998年には、地元の書店で、トニー・グウィンが、新庁発売記念イベントを行うと聞き、本人にサインをもらいに駆けつけた。現、ミズーリー州立大学へ進学後は、野球に専念する。には、アメリカ合衆国代表に選出されたが、木製バットに対応できずに評価を下げた。日米大学野球選手権大会では、 サンソ村ンロジカや石川正則と対戦するも、1試合4三振を含む3試合11打数に安打に、抑えら、日本の投手はフォークボールが多くて、あんまり好きじゃないとコメントしている。にも、ドラフト会議開催直前に、スランプに陥った。から2001年までの3年間の通算成績は、172試合で打率、335.50本塁が、 183、18打点。2001年の MLB ドラフトでは5巡目、全体140位とやや低い順位で、フィラデルフィア・フィリーズから指名された。およそ1ヶ月後の7月2日に、フィリーズと入団契約を交わし、参カのマイナーリーグで、プロとしてのスタートを切る。2は、A プラス級で所属する、フロリダステートリーグの MVP を受賞した。 は AA 級レディングフィリーズでシーズン開幕を迎える。ここでハワードは102試合に出場し、打率297.37本塁が102打点アップス1.033という成績を残した。チームが本拠地を置くペンシルベニア州レディングはフィリーズの本拠地である同州フィラデルフィアと60マイル、約9 6 5トルほどしか離れておらず、そのため ハワードの活躍は、球団候補が、記憶にないというほどメディアの注目を集めた。7月末には、AA 級、スクラントンウィルクスバリレッドバロンズへ登るし、ここでも29試合で9本塁打を放つ。両クラス合計での46本塁打13、131打点という数字は、以降のマイナーリーグでは、史上5人目という成績であり、シーズン終了後には、AA 級、 イースタンリーグの MP を受賞した。イースタンリーグ MVP が発表されるおよそ1、か月前の9月1日にメジャー昇格し、同日のアトランタブレーブス戦でデビュー。5回裏一死一塁の場面で代打として登場するも、ジャレットライトの前に見逃し三振に倒れた。この時のフィリーズは、ジムトウミを小一塁手としていたため、ハワードの起用法は10月3日の閉幕まで、 代打中心に、メジャー初本塁打は9月11日のニューヨークメッツ戦で7回表虫2塁の場面で、やはり代打として登場、バルトロメ・フォルトゥナートから放っている。フィリーズは、トーミとハワードの両立を図り、シーズン終了後のアリゾナ周キリーグや、翌のスプリングトレーニングで、ハワードに外野守備の練習をさせたが、結果はあまり良くなかった。最終的にコンバートは、 立ち消えとなり、ハワードは開幕メジャー入りはならず、2005年もシーズン開幕を AA a 級スクラントンウィルクスバリで迎えることになる。5月3日にトーミが背中を痛めて故障者リスト入りしたため、一度はメジャーへ昇格するも12試合で打率、214アップス660と結果を残すことができず、21日のトーミ復帰とともに AA 級 スクラントン・ウィルクスバリエと戻された。しかし7月1日になって、トーミーが今度は右肘を痛めて、再び故障者リスト入りとなり、ハワードは最小格を果たす。この時ハワードは5月の不審の反省から自分で余計なプレッシャーをかけないようにしたという。その結果、翌2日から前半戦終了までの9試合で打率。278.2本塁が10打点。 アップス825を記録。後半戦に入っても7月19日のロサンゼルスドジャース戦では延長10回に逆転サヨナラ本塁が8月10日の同じカードでは9回に勝ち越し満塁本塁がと印象的な活躍を続けた9月には月間10本塁だ。最終的なシーズン成績は88試合で打率288.22本塁が 63打点、アップス、923となった。シーズン終了後、ハワードはナリーグ新人王を受賞した。ハワードの台頭を受け、フィリーズはハワードを、小一類手として起用することを決断する。これにより、まだ契約が3年残っているトーミはホワイトソックスへ、トレードで放出された、開幕戦に6番、一類として、先発出場したハワードは、 前半戦だけで28本塁打71打点を上げ、7月にはオールスター初選出。前日に行われた本塁打競争で優勝した。後半戦は打順が4番になって、さらに成績を上げ、75試合で打率。355.30本塁打78打点、アップス1.259を記録。8月と9月の2ヶ月連続でな。 リーグ月間 MVP を受賞した。特に8月の41打点は、フランク・ハワードが7月に記録して、以来の多さであった。シーズン通算成績は打率。313.58本塁打、149打点、アップス1.084となり、本塁打王と打点王の2巻を獲得。58本塁打は、2、マイク・シュミットが記録した、球団記録を10本上回っていた。 また、敬遠37は、メジャーで2番目に多い。この活躍が評価され、シーズン終了後にハワードはナリーグ MVP に選ばれた。シーズン終了後に、日米野球で訪日すると、6試合で5本塁打を記録した。は、左膝を痛めたこともあり、開幕から不調で、5月10日から5月25日にかけて故障者リスト入りを余儀なくされた。しかし復帰後は、 本類打、打点を量産。6月27日の新種なティレッズ戦で本類打を放ち、通算325試合目で100本類打を達成した。これは、ラルフ・カイナーの385試合を上回るメジャー最速記録である。シーズン通算では47本類百136打点、共にリーグ2位を記録している。しかしその一方で、 左投手の変化球攻めに手こずるなどしたため三振も多く、9月27日のブレイブス戦では2三振を喫し、シーズン197三振を記録。アダムダンが2004年に記録した195三振を超えシーズン三振記録を更新し、その後199三振まで記録を伸ばした。3シーズンを過ごしたことで、年俸調停権を得たハワードは、の年俸として1。 0ーレレレレレレドルを要求。これに対して、球団側は700万ドルを提示し、交渉は平行線をたどった。調停の結果、ハワード側の主張が認められ、年俸1、レーレレレレレレドルの契約を勝ち取った。これは調停権取得初年度の選手としては、MLB 歴代最高額の契約であり、また前年の年俸を90万ドルから10倍以上の昇給となった。 2008年序盤は前年同様不調で50試合に出場した5月23日終了時点で打率202出塁率302と低迷。それでも監督のチャーリー・マニエルはハワードがかつてのアルバート・ベルのように味方戦全体にいい影響を及ぼす打者であるとの評価から4番打者として起用し続けた。 それでもオールスター終了後の後半戦になると調子を上げ、9月には打率。352.11本塁が32打点、アップス1.274という成績を残して月間 MVP を受賞。この時期にはチームも17勝8敗、勝率。680と勝ちを重ね、同月終了イコールレギュラーシーズン終了時にはチームは2年連続地区優勝。 そして、ハワードは、本塁打王と打点王のタイトルを2年ぶりに獲得した。ポストシーズンでは、地区シリーズ及びリーグ優勝決定戦の9試合で、本塁打なしに終わったが、レイズとの対戦となった、ワールドシリーズでは3本塁打、6打点を記録。特に第4戦では、1点差に迫られた、直後の4回裏に3点本塁打を打って、相手を突き放すと、 八回裏にも二点本塁打を放った。チームは4勝1敗でシリーズを制し、28年ぶり二度目の世界一となった。シリーズ終了後、ハワードはの年俸として1、800万ドルを要求。これに対して、球団側は1、400万ドルを提示した。2009年2月8日、両者は年俸調停突入を回避し、 三年総額後、400万ドルで契約を延長することで合意に達した。年平均では1、800万ドルとなり、事実上、ハワードの要求が受け入れられた格好となった。同年のシーズンでは、7月17日のマーリンズ戦で、本塁打を放ち、通算200本塁打を達成。この試合はデビューから658試合目であり、ダルフ・カイナーの706試合を抜く。 史上最速での200号を到達取った。また、3年ぶりにオールスター選出も果たした。生まれ故郷セントルイスでのオールスターゲームであったため、ブッシュスタジアムの観客からは、地元カージナルスの選手にも劣らない炎大声援で迎えられた。また、このシーズンは自己最多の8投類を記録している。4月26日に2012年からの5年総額1億2500万ドルの 契約を結んだ。すでに契約が成立している2010年、2011年のものと合わせると7年総額1億6100万ドルとなる。この契約時点での年俸総額としては CC サバシアと並び、史上6番目である。この年は8月1日に足首を痛めて3週間 DL 入りした影響もあり、打率276、31本塁が、 108打点に、とどま打った。は、フィリーズの地区を連覇に貢献し、打率、253.33本塁打、116打点を、記録。さらにポストシーズン、セントルイスカージナルスとのナリーグ地区シリーズ第5戦、9回に、最後の打者でゴロを放って一塁に向かった直後、顔をしかめて倒れ込む。精密検査で、アキレス腱断裂が確認され、 晴れが引いてから手術を行うことになり、球団は復帰時期は分からないが、来春のキャンプに間に合う保証はないとコメント。復帰まで一般的には6ヶ月程度を要すため、来季開幕も絶望となった。は、前年のアキレス腱断裂の影響で復帰が遅れ、71試合で打率、219.14本塁が56打点に止まった。 は2年連続で故障に苦しめられたシーズンとなる。7月の試合前の練習で膝を痛め、半月板断裂により手術を受けることになった。手術の影響で長期欠場を余儀なくされ、80試合の出場に終わった。は3年ぶりとなるシーズンフル出場、153試合を果たし、規定打席に到達した。しかし打率、223.23本塁が、 95打点、リーグ4位という成績に終わり、シーズン通じて低打率に終始した。リーグワーストの193審を喫し、自身5度目となるシーズン183審以上を喫した。は129試合に出場し、2年連続でギリギリ規定打席に達した。打撃面では通算350本塁打を達成したことがハイライトで打率。 229.23本塁打、77打点、アップス0.720と2年連続で低調な成績に終わった。出場時愛数を超える138三振を喫した。も開幕から調子が上がらず、5月終了時で8本塁打を放ったものの、5月の月間打率が、101に落ち込むなど打率は1割台半ばを推移した。11月3日には、 フィリーズと契約しないことが発表される。4月6日に、ブレーブスとマイナー契約を結んだ。4月22日より、参加の AAA 級、グーインネットブレーブスに交流も、11試合で打率。184.1本類が5打点と振るわず、5月8日に自由契約となった。2017年8月12日、コロラドロッキーズとマイナー契約を結び、 参加の AAA 級アルバカーキアイソトークスに配属された。11月6日に FA となった。は、未所属のままで9月4日に現役引退を表明した。ナショナルリーグの MVP を1回、本塁打王2回、打点王を3回獲得した強打者。かつてフィリーズで活躍した強打者であるマイク・シュミットは、私どころか絶好調時のハワードは、 前世紀のバリーボンズよりさらに危険な打者かもしれないと語っている。長距離打者で規定打席に到達したからまでの5シーズンで平均45.8本塁が136打点を挙げている。しかし打率と長打率は2006年から下落。そのためコラムニストのはハワードを最強打者ではなく最高のホームランバッターであると評価している。打率の低さに対して ハワード自身は自分の役割は打点を稼ぐことだ。もちろん打率は高い方がいいけど打率を上げるための打撃をするつもりはない。そのためにフォームを崩したり自分の特徴である長打力が消えてしまったりする危険性があるからねと語っている。打撃フォームは最初の構えからスイングが始まるまでグリップ位置をほとんど動かさず。 その代わりに左肘を高く上げることによって腕にパワーを蓄え右足で壁を作ってスイングすることで溜め込んだパワーをボールに伝えている。また打撃の特徴として左翼方向へ流し打っての本塁打が多い。デビューした2004年から2010年までの計253本塁打のうち左翼、左中間方向へのものが全体の40.3%に当たる102本あり。 右翼、右中間方向へのもの、89本、35.2%、より多い。本人は、打席で、リラックスすればするほどスイングは、鋭さを増し、集中すればするほどバットの出だしは遅くなる、イコール左翼方向への打球が増えると語っている。シーズン終盤に大きく、成績を伸ばすことでも知られている。2010年までの7年間における、 ハワードのレギュラーシーズン9月10月の成績は、打率。307と他の月よりも向上している。これについて本人は、9月に好調な理由いろいろ言われているけど、はっきりした答えはないよとしつつも、チームのポストシーズン進出争いを挙げ、矢はビッグゲームになるほど燃えるタイプなんだと思うと、話している。その一方で、サワン投手には打率。 234アップス、767と抑え込まれ、三振数では2006年からまで4年連続で180以上を喫して、リーグ以内に入るなど、短所もある。投類はほとんど心を見ず、メジャー初投類は8月21日のロサンゼルスドジャース戦で、通算1572打席目に、中前打を放った後で達成した。 初盗塁までに費やした打席数としては史上5位、投手は除くであり、この試合の翌日にはチームメイトから記念の2類ベースを送られたという。1類守備では2010年に守備防御点 -14 という数値が算出されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。